発電した電力を利用することで、野球
給料を使われる年間電力量の 80% 強を賄う。そうする電力は、廃棄物発電によるクリーンエネルギーを活用。一方、エネルギーの使用を積極的に抑制。総エネと省エネに取り組み、CO2 排出量を実質ゼロにする。全国初の役に立つ。地球規模で取り組むべき課題の解決に向けて、今、野球にできること。さらに、ファンや地域住民の憩いの場となる公園を整備。環境に配慮した様々な取り組み、癒しの空間を演出。自然豊かに、四季折々の姿を楽しめる公園は、都会に現れたオアシス。脱炭素社会の実現と地域の活性化を目指して、ここで生まれる新しい価値、ここから始まる新しい未来。毎日がもっと楽しく、そしてもっと地球に優しく。すぐそばに選手がいる。すぐそばに野球がある。2025年ゼロカーボンベースボールパーク誕生。2025年、ゼロカーボンベースボールパーク誕生。